アントニウス・クレティクスとは、紀元前1世紀の共和制ローマの政治家、軍人である。失政官、ケンソルとも称された同盟の父、マルクス・アントニウスを持つ名門の出であった。紀元前63年に、マルクス・トゥッリウス・キケロと同僚の失政官となった、ガイウス・アントニウス・ヒュブリバは、弟にあたる。少年は、はっきりしないが、 プラエトルへの就任年から逆算した全115年頃とされる。父アントニウス・オラトルは、ルキウス・コルネリウス・スッラを支持するオプティマテスに属していたため、紀元前87年に、ガイウス・マリウスらがローマを占領、支配下へ置いた際に殺害された。なお、陶器事のアントニウスの、その間の動向は、はっきりしないが、 父の死去から13年後の紀元前74年に、プラエトルに選出された。翌年に、ポントス王ミトリダテス6世が、資金援助も行っていた、地中海一帯を荒らす海賊の総統を任されたが、後に、グナエウス・ポンペイウスへ与えられた、ガビニア法と、同程度の強大な権限がアントニウスにも与えられた、ガイウス・サルスティウス・クリスプス、エストリ・サン、ウェレウス・パテルクルス。 2、31、マルクス・キケロ、ウェルレス弾劾演説3、91、クレタ投しかし、アントニウスは、海賊の政党に、全く失敗したにとどまらず、海賊から保護すべき属州から在下を収奪する、ありさまであった。アントニウスは、海賊と手を結んだ、クレタ人との海戦に臨んだが、自らが率いるローマ艦隊の多くが撃沈され、完敗を喫した。アントニウスは、 クレタ人と講和条約を結んだが、シケリアのディオドロースは、自らの恥をことしたに過ぎないと評した。この敗北により、ローマ市民からアントニウスは、クレティクスとあざけりを込めて称された。アントニウスは、開戦からすぐ後の紀元前72年頃に死去した。プルタルコスはアントニウスについて、善良で気風が良い人物であったと評している。アントニウスは、 ダイウス・ユリウス・カエサルの重視にあたるユリア・アントニアとの間に、あとの3頭間マルクスを含む3人の息子を得た。ありがとうございます。